朝ですが、秋の日は鶴瓶落とし。東名高の向こう側はすでに夕焼けになりましたが、このまま今日もライオンに沈んでしまうんでしょうか。日本シリーズの第一戦、9回の裏、この回は秋山からです。今日はこの秋山がフォアボール一つでヒットがありません。ここまで大沢監督、清原には、ね、ヒット1本出た後、内角でね、そして秋山も完全にヤクルトバッテリーを抑えてますね。そうですね、まあ、なんとかヤクルトのピッチャーもうまく放ってるけどもね、ちょっと秋山元気ないね。画面通り、働いてくれると、このシリーズはまたちょっと、はい、さあ、打球が上がったぞ、センターが追ってって、入りました。その差3点、ようやく大きく湧いてきました。西武応援団、山田っていうピッチャーはいいなと思って褒めようと思ったらホームラン打たれたな。この辺が東野さん、やっぱりこの頼もしさと危なさが同居している。そうですよね、だからね、引っ掛けて1個余裕のあるところで最初こう自信つけさせて、この村監督のね、親心で行ったんですけどね。いや、たらればで申し訳ないけど、清原が出てればっていう感じしますよね。バッターボックス、デストラーさん、ようやくちょっとスッキリした。誰、秋山のホームランでちょっとスッキリしましたか。そうね、本当に好きで、Yeah, I need to get back to the United States. 金曜日のお客さんから、それまでになんか胴上げ見たいですよね、もちろん西武の。そうね、I hope. Yeah, I hope. まあシーズン中はね、もうちょっとこう粘りがあったけど、今日は全般的に、まあ、工藤一人の責任じゃないけども、確かに一発大きいですよ、そのチームにこう一挙一のね。レフトフライ、マスクが取りました。手段好きだ。その後ちょっと守備の乱れなどもありましたけれども、池山ホームランが出ました。ここまで打ったヒットが12本、上げた得点が8点。テープで見せなくていいわけですからね。大きいですね、この勝ちは。大きいね。これはカーブ外れた。そして今マウンド上の山田、西武にとって主体権の高津は出てきていない。三振、最後はフォーク三振。ヤクルト第一戦のものにしました。8対5、12安打、同等の勝ちっぷり。いやー、大下さん、なんかこの去年の日本一はどっちなんだというような、ね、でも、シーズン終盤の勢いをそのままシリーズに持ち込みましたね。持ち込みましたね。一方の西武はこれシーズンの勢いを持ち込ませてしまいましたね、ヤクルトに。シーズン終盤のね、なんか西武の戦い方を見た感じですよね。チャンスをもらいながらこうあと一歩が入らないという感じですからね。さあ、これ多分この